皆さんこんにちは、イタリストの吉住和弘です。今日はですね、ちょっとうちの、教室の、紹介とでも言いますかね、はい、入門者が実際どんなことをやるのかっていうのをちょっと、段階がこうあるわけなんですけども、そこをちょっとご紹介したいかなと思います。はい、でですね、実際どんな本を使ってるか、ここにこういう一冊の本がございまして、これ私の師匠の橋本道則先生が書いた、大人のための優しいギター教本、間違いないかな、はいですね大人のための優しいギター教本になりますけど、これ私もずっとギター教室開いているのは、ずっとこちらを本当に、ほぼ全ての生徒さんに一冊目の本ということで、これで勉強を、しています。で、一応ドレミ学府出版社というところから出てます。ちゃんとした国内の出版社ですね。で、価格が1200円に、プラス消費税ということで、まだお持ちでない方は増税前にお求めになられるといいんじゃないかなと思うんですけど、これもずっと価格も変わってないですね。はい、で、こちらの教本ずっと使ってまして、もちろん私の師匠だから使いたいっていうのはもちろん、それはもちろんあります。はい、ただですね、この教本ね、嘘偽りなくね、ロングセーラーなんですよ。少なくとも私がこうギター教室やってる17年間ずっとこれ、ドレミ学出版社出してらっしゃいますし、もちろんそれ以前からずっとある教本なので、もうこれ定番と言ってもよろしいんじゃないでしょうかね。はい、で、こちらの教本ですね、僕らみたいな、プロが教えるという時に非常にね、いい教材なんですね。っていうのは例えばギターの先生といってもですね、いろんな方いらっしゃるわけですよ。誰がいいとか悪いとかっていうんじゃなくてね、やっぱ国内の音大を出られた先生もいらっしゃるかもしれないし、私みたいに海外でギター勉強したっていう方もいると思うんですけども、それが、スペインではなくてフランスかもしれないし、ドイツかもしれないし、アメリカもかもね、知れませんよね。で、そうするとね、やっぱりこう微妙に差が出てくるんですよ。何が良いかとか、ひょっとしたらもう基本の姿勢とかタッチ、構えからして割と全然違うんですね。で、この教本のいいところはですね、一応橋本先生の、一応ね、私の師匠ですので、スペインの、タネガ・ホセ・ルイス・ゴンサレスと続くですね、系譜の一応構えだとか、弾き方のエッセンス、一応入ってます。ただやっぱり難しくしないっていうのはやっぱりこうね、優しいですからね。はい、優しいギター教本なんで、あんまり難しくああしましょうこうしましょうって書いてないんですよ。ね、それがね、やっぱり教える側にとって非常に都合がいいですよね。はい、なんて言うんでしょう、楽譜ここに載ってる曲も非常に皆さんが知ってるような曲ばっかりですし、あとまた音符というか楽譜が大きいんですよね。五線が大きい。だから非常に初心者の方とかね、ちょっと老眼でご高齢でって、ちょっとやっぱり近いとか見にくいという方も、割とこの楽譜ですとね、抵抗なくギターを弾き始められるんじゃないかなと思います。はい、でそんな感じで皆さんが知ってる曲、例えば本当に「カエルの歌」とか「ゾウさん」みたいなところから始まっていくんですけども、そういう曲って極端なし、私が教えなくても皆さんね、小学校とかね、下手すると本当に、幼稚園とか保育園とかでね、歌いましたよ踊りましたよっていう曲ばっかりだと思うんですよ。でもそれがね、ある意味こう我々こう、先生方がですね、ギターの先生方が、その弾き方そのものですね、革新のことについてお話しするだけのこう余地をこうね、作ってくれるというような感じなんですよね。はい、あまりにね、本当に学校の、ね、歴史の教科書とか、ね、みたいにぐわーっと字がいっぱい書いてあって、たまにちょこちょこっと絵がありますっていうんだと、なんかちょっとね、よっぽど詳しいとこ知りたいって方にはいいんでしょうけども、初心者にやっぱり、仮にそういう本があるとすれば、ちょっとやっぱりね、なかなかギターって難しそうだから入っていけないっていうふうに思われちゃうと思うんですよね。はい、ですので、簡単なね、橋本先生の教本を 使わせてもらって、その分たっぷりレッスンでは、私の教室の場合は、スペインの、タレガやなんかの、ところから取っているギターの弾き方、ね、もちろん構え、音の出し方についてお話ししていってるというようなことなんです。はい、
でですね、じゃあ実際のこの優しいギター教本で、どんなことを、一冊の教本でやっていくのかというのを、簡単にご説明しますね。まず、姿勢ですよね。はい。これは本当に、YouTube の他のビデオでもやってますけども、私はどちらかというと、五輪の書の宮本武蔵のね、が書いた姿勢というのが割と非常に、ツボでして、これ本当に、昔のやっぱりスペインのね、ギタリストの姿勢にかなりそれで近づけるので、一応そこを基本にお話ししていますね。お腹前出して、この溝落ちをちょっと引き上げて、頭を高い位置に上げてっていうような感じですかね。はい。で、姿勢ができまして、ギターをね、ちょうどこの、ギターのこの肩とでも言いましょうかね、ここのところですね、ちょうどカーブの、頂点のところです。これが胸の中心に来るように構えると、大体、竿が45センチ、ネックとも言いますね。45度ぐらいになります。はい。で、左手は弦を、フレットに押さえつけて音程を変える。で、右手は実際に弦に触れて音を出すということで、最初の初日ね、大体終わるんじゃないかなという感じですね。この辺の、ドレミを使いましてね、この辺からスタートですね。はい。で、こちらの教本の中では「川は呼んでいる」ですとか、そんなような曲からスタートでしたね。はい。で、その後少しずつそのドレミが、今までその1弦、1弦2弦のドレミファソだけで弾いてたのが、もう少し広い音域になりまして、5弦の3フレットのドから。もちろんカエルの歌ありますね。で、この辺の、ちょうど左手のこれ、ローポジションとかファーストポジション、1ポジションなんて言いますけども、ここにある、ドレミの音を、どこに何があるのかっていうのを覚えてもらいながら、右手はですね、基本的に最初メロディーばっかり今みたいに弾いてもらいますのでね、アポヤンド奏法というね、右手のテクニックでこう音を出してもらえるような感じになります。で、あれですね、このローポジションでの、ドレミの位置が分かって、アポヤンド奏法で大体おおむねこうね、ギターで音が出せるようになってきましたら、今度は親指を使った、音の出し方になっていきますね。はい。で、親指を使うっていうのはそうですね、あれですね、例えば、蝶々でもいいですね、していって、その少しずつですね、右手のシステムを少しずつこう豊かにしていくというような感じです。最初は人差し指、中指を交互に動かして、次は親指っていう感じですね。はい。で、人差し指、中指、親指ときましたら、今度は今までメロディーしか弾いてなかったのがですね、コードを、和音を抑えて音を出すというような感じになります。必ず皆さんにやってもらっているのはシューベルトの子守歌の伴奏のパートですね。はい。例えばこういうふうにド、5弦の3フレットのドと2弦の1フレットのド、この薬指と人差し指で押さえていただいて、この右手はですね、今まで使ってなかった薬指使いますね。はい。これをですね、親指、人差し指、中指、薬指という順番で音を出していきますね。感じでなんかピルピルなってしまいましたけど、はい。こんな感じで簡単な弾き語りを始めていきましょうということになります。で、このコードの押さえ方もですね、例えば世間の、アコギのね、アコースティックギターのコードブックなんて言われてるもんだと、例えば薬指、中指、人差し指ですね、3本の指を使って押さえて C コードです、じゃーんなんていうことを、が割と書いてあると思うんですけども、
この橋本先生のねギター教本のいいところっていうのは、まあ、右手側の指弾きだというところが一つ、まあ、大きいんですけども、あの左手のね押さえを省略できるんですね。何もですね中指を最初から使う必要ないです、ね、指3本で押さえるよりも2本で押さえた方が、まあ、絶対楽なんですよね、普通に考えてね。はい、やはり指の押さえる本数が、ね、指を使う本数が同時に増えれば増えるほど大変になってきます。まあ以前のビデオでも言ってますけども、ね、指4本ってなったらこれやっぱ難しいわけです。やはり3本より2本がいいということで薬を使うしというふうに、まあ、簡略化したですね、まあ、コードで、この教本の場合進めることができます。で、まあ、だんだんこう左手の器用さ、まあね、あとはいろんなこう構えの取り方、まあ、体のリラックス脱力ができるなんてことができるようになってきたらば、もちろんそのコードブックに書いてるような複雑な F コードを押さえて弾いたりなんてことももちろん可能ですのでね。ただやはり脱落者を作らないっていうのが、まあ、一応やっぱプロですからね、はい、やはりその徐々に内容が難しくなっていくということでマテリアルが出来上がっています。はい、で、まあ、今のですねこの、コード1を押さえて右手が、まあ、今のアルペジオって言います、分散和音っていうふうに言いますけども、こちらを弾くようになるとですね、まあおおむね、まあ、ギターを弾いてるなという実感が、まあ、自分にもですね弾いてる本人にも、あと、まあ、例えばご家族の方にも、あ、やっとギターらしくなってきたなっていう風な感じでね、認知される頃じゃないかなと思います。はい。で、まあ、この、ギター教本でですね、あともう一つ、必ず、取らなければいけないのは、ちょっとその、ハイポジションと言いますね、この辺の、にもドレミがございまして、ちょっと弾いてみましょうかね。はい。ドーデーミーファーソーバーシー。他にもここにレーとかミーとかありますけども、まあ、この辺のドレミまで覚えてもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ教本にはね、ギターソロのところまで言及があるんですけども、ちょっとやっぱり一冊の中でギターソロ独奏まで話を持ってってしまうと、ちょっとやっぱりほとんどの生徒さん難しくなっちゃう、にとって難しくなっちゃうかなという印象なので、まあ大体ですね、まあこの先ほどこれですね。こちらの教本の内容としましたですね、まあいろいろここに来るまでに何曲も、こなしてもらうんですけども、おおむね、今やったようなですね、まあ姿勢構えがあって、ローポジションのドレミの押さえで、あとここのハイポジションのドレミの押さえ、あと、コードですね、省略形ですけども、コードがいくつ出てきたかな、 10弱だったと思います。はい、10個前後だったと思うんですけども、コードが出てきまして、まあ、簡単な弾き語りができてというところで、まあ、大体この1冊目が終わります。はい、で、まあ、これを大体そうですね、早い方ですと、まあ、本当にゼロから始めるってことでしたら、まあ、3ヶ月ぐらいから、まあ、あと忙しいとかいろいろご事情がある方で時間かかっちゃいましたって言っても、まあ、半年もあればとっくに終わってるとは思うんですよね。はい、で、この後はですね、ギター曲集っていうのが、まあ、優しいシリーズのね、やっぱり曲集がございまして、そちらを使っていくのが始めますね。そうすると、まあ、ちょうどこの、教本の内容からそのままこうステップアップするような形になりまして、ギターの独奏、で使われている、まあ、アレンジといいますかね、技法というか、そこを一つずつこうやはり勉強できるような感じになっていますので。そうですね、まあ、大体1年から2年もするとですね、ぼちぼちやっぱり本当にギターソロのようなものを弾くようになっていますし、まあ、もちろんプロに習ってるってことですので、我流の方とは違う、やはりそのいい音でね、はい、やっぱ伝統の的な姿勢から来る良い音の出し方っていうところで、ギターを弾かれてるんじゃないかなと思います。というわけで皆さん、今回は、まあ、ちょっとほとんど教室の宣伝じみてしまいましたけどね、はい、まあ、でも仮に独学でギターを弾くとしてもですね、先ほどお話ししたような事柄っていうのは絶対逃れられないですね。はい、で、まあまあ、本当にもし、まあ、東京、近郊にお住まいの方で、まあ、吉住から、ね、ギター習いたいという方がいらっしゃいましたら、まあ、本当に今お話した通り、本当に簡単な教材、曲からスタートしていきますので、まあ、ぜひ私と一緒にギターを勉強していただければと思います。気軽にお問い合わせくださいませ。はい、
では、そういうことで、またお会いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。